みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム。今日は私の推しのお坊さん、木色上人をご紹介します。まあこの方、とってもユニークな人生で、とってもユニークな仏を彫ってるんですけど、全国的な知名度があんまりないので、たっぷりご紹介したいんです。しかも、晩年には、あまりにも残念すぎる事件が起きまして、応援したいぞ!そんな気持ちですので、最後までよかったら聞いてってください。これを聞けば、木色上人の大ファンになる、させる、そんな動画です。まず木色上人、木を喰らうというね、修行をしていた上人、お坊さんなので木色上人でございます。はい、この木色上人、江戸時代に実在したお坊さんです。1718年生まれ、江戸時代中盤から後半にかけての時代の方ですね。その彼、生まれは山梨県身延町というところ、まあ本当に綺麗なね、山の綺麗なのどかな村で生まれますが、14歳で家出して江戸に出ます。で、江戸で22歳の頃、出家を決意して神奈川県のお寺で出家をします。48で全国行脚を始める。で、60過ぎてから仏像を掘り始める。で、北海道から鹿児島までうわーって歩きながら1000体以上の仏像を掘る。で、81歳で地元に帰ってくる。歩きまくり、あと仏像掘りすぎ、あとだからスタートからどうしたみたいな怒涛の人生なんですけども、に詳しく言ってきますね。はい、この方が彫った仏像がまあ可愛いのよ。さっきから首につけてるこれです。はい、丸くて可愛いですよね。おでこもほっぺも目も眉毛も鼻も丸くて、 T シャツもこれです。木色上人のこのようにね、周りにこういう丸い光のね、光背っていうのを木の板ペペペペってこういう風にギザギザでつけて、まん丸可愛いお顔でね、体もなんかひとまとまりになって、とってもいい感じなの。大胆で斬新でデフォルメされている仏像の中にこの温かみがすごい。この方、なんとお坊さん自身が仏像を彫るんですが、この仏像を木色上人が全国行脚をして、その全国歩くという修行の最中、その現地でみんなが求めるものをその場でパパパパって彫ってるんですよ。それでこの姿ってすごくないですか。で、しかもこのそのローカルに合わせたね、仏像があまりにもこのローカルでのもう生活超密着型の大人気の、まあ、仏教的な信仰を受けたので、例えばその後子供の遊具になったりして、もうめっちゃ遊ばれてもうげっそりみたいになってたりとか、あとこの木色上人が掘ってくれた仏像を削って飲めば体の悪いところが治るって言われて、めっちゃ荒削り後からされちゃってたりとか、あとは子供が落書きして炭で真っ黒になってたりとか、もうすごいローカル愛されすぎちゃった仏像なんです。ね、これがね、全国1000体以上あるんですけど、今確認できるのは700体ちょっとらしいですね。うん、まあそこまで掘り起こされてるのもすごいんですよ。仏像の魅力、お分かりいただけました？このまん丸笑顔の木色上人仏像、まあこんなまん丸笑顔な可愛らしい見た目に反して、それを掘っていた木色上人というお坊さんはなかなか壮絶な人生なんですよ。そして最後、とっても残念な事件が起きちゃったお坊さん、14歳で家出するときは、身延町丸畑を、ちょっとオラ、脳見てくるわ、つって、まあ、畑見てくるね、っていうことで、ふらーっと家を出て、その足のまま江戸に向かっちゃったそうです。とんでもねえ家出少年だ。で、その後江戸で仕事がうまく、まあ仕事していたんですけども、やっぱりその当時の情勢だったらね、後ろ盾もなければどこの馬の骨かもわからなくて結構大変だったみたいで、22歳でお寺に入ります。で、そこで感銘を受けたお坊さん、と共にお坊さんとして生きていくことになるんですけれども、まあ、20年間は普通の指導僧というプライベート僧侶、正式なお坊さんではない、やることが限られているプライベートなお坊さんとしての生活があるんですが、45歳水戸のお寺で会を受けて正式にお坊さんデビューするんです。はい、でその会を受けたのが木色会という厳しい会だったんですね。これ木色会っていうのは木だけを食べましょうという意味ですよ。五穀、米、泡、冷えなどを断って木の実、木の芽だけを食べます。そして木の実、木の芽を食べつつ全国を歩きましょう、俳句を書きましょう、で、あとは凡人の勉強をしましょうなどなど、いろんなルールが厳しく決まっている木色会を受けます。めっちゃ厳しいんですよ。それをやり始めたのが
デビューして、45歳でデビューして48で旅立ってるので、まあ遅咲きなんですよね。当時の平均年齢的に言うともうかなりの高齢者ですよ。で今で言うと65過ぎのお父さん、今から全国案件始めるんですかみたいな状況ですよ。そしてまあ彼実はめっちゃ身長が高かったらしくて180センチあったんだそうです。でかくない？今ですね180だいぶでかいですけど、当時の平均身長的にはまださらに身長低い時代ですから、大男の目次か知ってないから、ガリガリのおじいちゃんが全国案件始めます。で48で全国デビュー、ガリガリ高身長おじいちゃん始めます。その後1回60で地元帰ってきて、もう1回全国スタートして61歳で仏像を掘り始めます。おっそー、ガリガリおじいちゃんおっそいよスタート、目次さんって感じなんですけど、目次さん61歳で掘り始めます。それで掘り始めた当時の作風はいろいろ違うんですけども、最終的にこのようなまん丸丸い可愛いのが出来上がってます。そしてですね、さその後全国20年間歩き続ける中で1000体以上の仏像を掘ります。だいぶだから20年で1000以上なんで、すごいハイスパンなんですよね。なんか計算するとね、11日か12日ぐらいで1体作らないと間に合わない計算なんですって。でしかも歩いてますからね。まあでもね、宮崎の寺に10年いたっていうこともあったりするので、まあそれもロングステイした時代もあったらしいんですよ。でそこでね、3メートルを超えるような巨大なご本尊級の仏像を作っていたりもするので、大きいのもあれば小さいのもこんなちっちゃいのもあったそうです。まあでも基本的にはあの膝に乗るぐらいの柴犬ぐらいのサイズ、この80センチぐらいのものがほとんどです、はい。でまあそれを作って80歳で地元帰ってきた。もう白髪ガリガリおじいちゃん、まあ、しかもなのに酒飲みだったらしいですからね、意味わかんないですよね弟子2人ぐらいを連れてね、酒飲みながら木の実食べてガリガリで俳句書いて仏像掘ってるおじいちゃんが地元帰ってきましたよするともうね、町々の人はもうこんな素敵な仏様をオーラーが俺らのために作ってくれるっていうことで大人気だったんですよ。うわーありがとう帰ってきてくれてということで、ね、目的商人はね四国を遍路2周もしてたりするんですよ。だから町の人たちも仏教に対する熱っていうのはすごく高くて、いやーぜひ2周も巡ってきた仏像を俺らにも拝ましてくれ、その後利楽を俺らにも分けてくれということで、村人の熱い熱い熱意に応える形で丸旗で四国お遍路分88体の仏像を掘り始めるんです。この一大プロジェクトが始まったのが1881年の3月でございます。こんなねすごい壮絶な人生を歩いてきました。ここで目撃者に晩年の四国道事件が始まるんです。まあこれが残念な天末というところの内容なんですけれども、まあもう仏像素晴らしいですよ、可愛らしいまんまりです。全国歩いてきて村の人もいたの、いろんな全国の人の悩みに答えてくれた仏様を取ってくれた坊さん、村人、お遍路のご利益を俺らにもぜひともくれよっていう村人の熱い気持ちに応える形で四国道という四国お遍路分の88体の仏像を掘るお堂を作りましょうプロジェクト始まりました。1801年3月6日に目的さんが何歳だろう、82歳かなの時に始まります。でもうその時に目撃人気もすごかったので、その目撃さんが生まれた場所だけじゃなくて、その周りの集落からも応援隊がいっぱい集まってきたんです。よし頑張ろうぜ四国のご利益がって言って信仰の気持ち熱かったんですけども、半分ぐらい出来上がったぐらいで、俺ちょっとそろそろいいかな、俺もいいかな、あ、なんとかさんが意見だったらうちもいいですみたいな感じで、どん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 その応援隊から人が抜けてっちゃったんですよ。うーそうでしょって作るって言ったよねおーいとか言いながら、あまりにもみんなが抜けてくもんで、一番近くの12軒とちょっと遠くの5軒、合わせて17軒が、いや、あの俺らも大丈夫だよね、俺らは最後までいるよね、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 仲間だよね、一緒にゴールしようね、応援しようねっていうことを誓い合ったらしいんです。これだけでもだいぶ情けないんですけど、なんとその後もごめんやっぱ無理かもっていうことで、またさらにみんながどんどん散っていってしまい、最後は13件だけになっちゃったんですって。少ねえ少ねえよ。で88体無事に完成しましたよって時に、そのお堂に
収めましょう88体。よし、じゃあラケ法要と言って完成した法要あげましょうって言った時、供養の日にその供養のお手伝いをしてくれた人、世話をしてくれたって人は0人だったそうです。あんなに言ったのに。これ何なんですかね、周りの村社会の、なんかあの人が嫌って言ったら俺も嫌ってことにしないとちょっとあれかなみたいな、そういう空気の読み合いなのか、やっぱこのぶっちゃけ仏教熱みたいなのは帰ってきた時のあの勢いで暑かったけど、正直そんなになんかなかったのか、それか木色商人が相当なくせ者おじいちゃんだったかということで、もう木色商人が立派に掘った立派な仏像さんたちはひっそりと完成法要がありました。で最後13件残ったっていうところのお家に、その88体のうちの8体だけを3軒の家に、最後に守ってくれたお家だけちょっとだけお裾分けして、お家で拝んでくださいねということでお渡しした後、四国堂に祀られて、でまあでもね、やっぱり生まれたお家っていうのは守ってくれるもんで、ありがたいことに伊藤家というんですけれども、聖火ですね、この四国堂を無事に守りましたよと。ただそれが完成したのが、まあ、9ヶ月後ですよ。たったの9ヶ月でできたんですよ。1803年の11月に完成しているんですけれども、その数年後、1903年、ずっと木色仏を守ってきたのは伊藤家ですよ。だけども村人がね、俺らが作りたいって言って作った、お金出したから、俺らの木色さんのね、四国堂ですよね、あれもうそろそろ壊して売っちゃいましょうよ、あれ俺らなんですよねって言い始めたんですよ。いやいや、どの口がおっしゃるって感じなんですけど、もう構いません、知りましょうあれよってなって、売られ始めようとしちゃったんですよ。で伊藤家が守ってるから、いやいやいや、ちょ村人さんよ、俺らじゃん守ってたのってなったんですけど、でここで喧嘩になった村人 VS 伊藤家で裁判沙汰になりました。でどうしましたかというところで、ここで出てきたのが木色商人が書いた四国堂心願の鏡という書類があります。これは四国堂を作るっていう、もう願いを立てて、その作る制作過程を全部記して残したんです。そこに木色商人ちゃんと、はい、村人がどんどんいなくなっちゃいました、もう誰も支えてくれてないです、0人でした最後は、みたいなことをちゃんと書いてたんですね。だから勝負、伊藤家の勝ちということで、無事にあの村人の敗訴が決まりまして、伊藤家が守られたんです。かわいそうですね、あんだけ全国で愛されてきたお坊さんなのに、地元では結構残念な感じでした。でだけども、なぜかそのまた数年後、1919年、伊藤家の当主が今度は四国堂を解体して、四国堂の80体の仏像を売っちゃったんですよ。みたいな、まあ、なんかあったのかなと思います。多分お金なくなっちゃったのかなんのか、うんでしょうね、守りきれなくなって解体して売っちゃったんですよ。まあ、それがなんか誰か外から入れ知恵があったのかわかんないですけどね、知らないですよ、これは想像です。で最終的に山梨県の80体の四国堂の仏像はどこかに行ってしまいました。はい、そんな悲しい木色商人の最後の顛末でした。まあこれ今再派遣が進んでて若干戻ってきたりとか、あとは若干こう他にありますよのあるんですよ。であとだからこの丸畑に残っている仏像たちのは、まあ88体以外の別で掘った五智如来っていうものが残っている場所や、お寺さんにも木色商人が掘った仏像残っていたりします。それからその木色商人を最後まで支えたお宅に残された8体の仏像が残っていて、これねロケで私行かせてもらったんですよ。本当にもう家の中でお祭りする仏様として、木色商人がもう最後まで守ってくれたのは君の子だからこれどうぞってやったね、88体のうちの8体のうちの2を見させてもらいました。もうそこのおばあちゃんはですね、だから江戸時代の末期からずーっとその代々村で、そしてそのお宅で仏様を守ってきたのを最後に今守ってるおばあちゃん、毎日お供え物して拝んで、お供え物して拝んで、どんなに辛いことがあってもこうやって笑ってくれて微笑んでくれている木色商人の仏様がいるから、
頑張れって言われてる気がするんだ。もう家族なんだ。応援してくれてるから私は簡単なことじゃめげねえんだって言って、もう優しい顔でね、目次器物と同じような感じで微笑んでくれるんです。泣いちゃいました、普通に。元気かな？お会いしたのが4年前とか3年前とかなので、元気だといいなと願っております。ということでですね、目次器商人は四国堂を建てた後、すぐにまた全国行脚して、もう村をね、建ったんですって。もうね、落ち着かない性格なのか、村が嫌になっちゃったのか知らないですけども、93歳でその生涯を終えることになりました。なかなかユニークで壮絶な人生ですよね。そしてですね、その大正にですね、柳宗悦という学者さんが、その、目次器商人の仏像、そして目次器商人という人物の魅力を再発見して、ちゃんと守ろうよということで、いろんな文献集めて、目次器商人の仏像集めて、こう守ってくださっているので、今は博物館ができたりとか資料集ができたりとか文化財指定されたりとかしてちゃんと守られています。最後悲しい嫌われ者になっちゃった事件の目次器商人ですが、皆様も愛していただけたら嬉しいです。最後さらに目次器商人が残した歌をご紹介します。まあ、いろんな歌を残してるんです全国 でその歌代表句、丸々と丸め丸めよ我が心、まんまる丸く丸くまんまる。はい、もうこれ目的承認のあの仏像のまんまるさがそのまま歌になっちゃってますみたいなねこれは仏様のね心ですよ。もう全国歩いていろんなものがすり減らされて丸くなった目的承認の心のことでしょうね。何事も丸い心で行こうぜみたいなことです。すいません、解説が軽くて。ということで、まあ生活密着型、そして全国暗夜型の高身長おじいちゃん目次器商人、素晴らしい仏像をたくさん彫ってるのになぜか村人に愛されなかったそんな目次器商人、こんな愛すべき方、語らない理由がないですよね。ということで長々と語らせていただきました。目的承認のこのまんまるさにラブナムって思った方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。そしてまた次回の動画も見てください。ではこれにてナム、ご視聴ありがとうございました。